はい、こんにちは。今日は習慣化のお話です。育前プランニングという、もう何度も何度も紹介してきたこの話をテーマに話していきます。ホスト界の帝王っていうのは皆さんご存知、俺だ俺以外かローランドっていう方ですよね。で、ホスト界の帝王がローランドだったとしたら、習慣界の帝王だったらもうこの育前プランニングっていうのがもう圧倒的立場なんですね。だから昨日まで紹介してきたスモールステップとか20秒ルールって小物なんですよ。別に効果がないってわけじゃなくて、この育前プランニングの効果と比べたら小物っていう、そんなお話になります。シンプルに育前プランニングって一体何っていうと、あること、 A っていうことが起きたら B をするっていう風に、 if もし何々したら then何々をするっていう風に、ある行動に対してやるべき行動っていうのをセットにしちゃうっていうことなんですね。例えば朝起きたら歯を磨くとか、お風呂に入る前に筋トレをするみたいな感じですね。で、これなんでそうするのがいいのかっていうと、脳っていうのは行動力っていうのを、条件があれば反応しやすくなるような仕組みになってるんですね。だから目標だけ決めても、いつどこでどんな状況でやるのがいいかっていうのが決まってなかったら、なかなか脳はよしやれっていうふうに命令をしてくれないんですよね。で、脳の仕組み上、例えば天敵が現れたら逃げるとか、美味しい食べ物が目の前にあったら取るっていうふうに、もう生存に必要な育前プランニングっていうのがすでに備わってるんですよね。で、本能的に備わっている、仕組み上備わっているんだったらそれを使わない手はねえべっていう、そういう話なわけなんですよ。はい、ね、皆さんの前に190センチの筋骨隆々の男が現れて、で目の前に止まりましたってなったら、皆さんどうします？睨み返します？目をそらしますよね。なんならちょっとずつちょっとずつ横にずれていきますよね。そんな感じですよね。大男が現れたら逃げる、もし大男が現れた時には逃げる、これも if と then なわけなんですよ。はい、まあ、ちなみにじゃあどのくらい効果あんのっていうことなんですけど、具体的な数字を言ってもちょっと難しいんで、僕もあまり理解しきれてないっていうところですけど、今までいろんな心理テクニックっていうのを皆さんにお伝えをしてきたんですけれども、少なからず 1.5 倍から2倍くらい効果が高いというふうに言われています。よくおすすめしている瞑想ですね。ゆっくり息を吸って吐いてとか、自分の体の部位に意識を向けるっていうような、そういった瞑想っていうのを紹介してますけど、少なくともその3倍近くの効果はあるというふうに言われているわけなんですよ。はい、で、じゃあ育前プランニングをそんなに効果高いんだったらやってみようよというところで、どういうふうに設定するとうまくいくんですかっていうことなんですが、上手な設定方法としては、ウォンとやりたいっていうことと、シュッとやらなければならないっていうことをセットにするっていうことなんですよ。つまりこうしたら あれをするっていうふうにご褒美をつけていきましょうっていうことなんですね。で、ご褒美っていいのっていうことなんですけど、これモチベーションの維持だったら、外的動機と呼ばれるものだったらあまり効果はよろしくないんで、ご褒美つけない方がいいんですけど、今回はあくまで習慣化、やり続けるっていうことが目標になっていくので、ご褒美っていうのは効果ありというふうな判断がされています。だからご褒美ぜひ使ってくださいと。で、例えばお菓子というご褒美ですね。お菓子を食べるならジムでトレーニングをする、今の話の場合だったら、お菓子というボンと食べたいっていうものに対してジムでトレーニングシュッとしなければならない、鍛えなければならないっていうことですね。これをくっつけると、他にも例えばゲームがしたいなら、勉強を1時間する、ゲームをするというボンとに対して勉強を1時間するしな
本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンとそれから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。